1930年頃の仙台市役所庁舎1975年度撮影の国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成写真左上に仙台市役所庁舎が写っているその他写真右下の西木町公園には1998年まで存在した仙台市レジャーセンターその左上に 同1975年新築移転して、解消したばかりのホテル、仙台プラザ、写真中央に高等台公園、中央上に高層ビル構えの宮城県庁舎などが写っている。なお、当写真は仙台市電の営業最終年度に撮影されており、定前寺通りの高等台通りより、東側の平洋軌道区間には、現在のような街路樹が植栽された、中央分離帯がない。 1984年度撮影の国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成仙台市議会議事堂南側の植栽は、この後駐車場になった。その他、仙台市電廃止により、高等大通にあった県庁市役所前駅も廃止され、高等大公園では、仙台市営地下鉄南北線の建設に伴う、 高等大通りのクランク解消工事が行われ、県庁では宮城県議会議事堂の新築工事が行われている。仙台市役所は地方公共団体である仙台市の組織が事務を行う施設。歴代の市庁舎は表工事に面して建てられてきた。第3代の庁舎は1967年の第8回 PCS 賞を受賞している。 表工事と高等大通りの角地に視聴者が立っていた。高等大通りを挟んで立つのは戦後に停で寺2、東二番町から移転してきた旧宮城県図書館。ありがとうございます。